日本四国地方徳島県徳島市勝時橋、徳島市道路原表勝時橋は、徳島県徳島市の新町川に架か,かる橋梁、および近隣の地名である。新町川に架か,かる全長70.8メートル、福員30メートルの橋梁は、徳島市の勝時橋一丁目と中須町一丁目とを結ぶ。国道11号が通る。本校で衝突。 徳島市の町名。東戸田地区に属しており、勝時橋1丁目勝時橋6丁目に分かれる。郵便番号は郵便番号770-0939。本校の勝時橋1丁目の6丁目で正述。1930年4月に徳島県庁が現在の場所に移転したことに伴い土線が設置されたが、 交通が頻繁に途絶えたことから佳強が計画され、資材を商工省から調達しながら1941年4月に完成した。総工費は186,604円23銭であった。当時の福音は12メートルで、2車線の車道と2本の歩道が設置されていた。名称は日中戦争において日本軍が連勝していたことにちなんでおり、 工房により決定された。当初の名称は、勝時橋であったが、漢字が難しかったことから後にひらがなに、書き改められた。なお周囲にある町名や、交差点名は、東橋に由来する。吉野川バイパスと、徳島南バイパスの共用開始以降、東橋の南詰めにある、勝時橋南詰め交差点は、徳島本町交差点と、並び徳島県における、 交通の結節点となり、複数の国道の奇襲点となった。国道11号や国道55号など、路線の奇襲点を示す標識である、徳島市道路原表が設置されている。徳島県を南北に向かう交通が集中するため、日常的に渋滞が発生し、ピーク時の旅行速度は、時速1 3 5トルと著しく遅い。なお、 東橋の北詰めにおける1999年の交通量は統計によると78,713台日であった。町名としての勝時橋は東橋の南側にある町。勝時橋1丁目勝時橋6丁目に分かれる。郵便番号は郵便番号770-0939。南北に細長く区分され所在している。元は、 二浦町の一部であったが、東橋にちなんで解明された。東戸田地区に属している。人口は1004人、世帯数は492世帯である。吉野川水系の支流である新町川が北を流れ、魚座線入江川が南を流れている。また、町域を南北に並行して、JR 四国麦線が付設されている。河川勝時橋1丁目及び、 勝どき橋二丁目は、江戸時代には、東横町と呼ばれ、第二次世界大戦以前は、住宅地であったが1945年7月4日、空襲による戦災を受けた。勝どき橋三丁目以南は、徳島南バイパスが開通する以前には、水田が広がっていた。道路路線バス以下の名称のバス停がある。富田橋勝どき橋、末広大橋から。ありがとうございます。